はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダーゴースト、デラックスゴーストドライバーです。はい、こちらですね。2015年10月3日、本日発売の仮面ライダーゴーストのゴーストドライバーのね、うん、変身ベルトです。うん。はい。仮面ライダーゴーストの本放送が、明日、この動画の公開の翌日、うん、10月4日放送開始なんだけど、うん、もう出てしまいましたね、ベルトがね、うんうん、早いよ、うん、仮面ライダードライブのね、最終話でも出てきたし、うん、映画でも出てきたしね。そうだね。仮面ライダーゴースト自体はもう何度も見てるよね。そうだね、うん、はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、せーの、はい、もういい、はい、はい、まずはこれ取扱い説明書なんだけど、うん、これね、ガンバライジングカードついてるね、1枚ね、うん、はい、こちら仮面ライダーゴースト俺魂って書いてあるね、うん、で、バーストすると仮面ライダーゴーストのニュートン魂になるみたいな、うん、うん、こちらをね、取り出していきましょうか、はい、ではまずこれからいこっか、俺ゴースターいこう、うん、おお、お、結構キラキラしてるね、うん、これが、あー、これはクリアパーツのところだ。あ、意外と重いよ。ほんとだ。これがベルトだね、うん、はい、じゃあちょっと袋から出して組み立てていきましょうか。はい、はい、はい、ということで組み上がりました。こちらがデラックスゴーストドライバーだね、うん、すごいちゃんとクリアパーツになってるね、うん、こんな感じですけども、見た感じすっごい怖いね、うん、目玉ってのは怖いな、うん、目玉じゃねえ、ねえ、ゴーストっていうかモンスターっぽいのかな、うん、うん、ちょっと気になるのはこれね、多分仮面ライダーゴースト終わる頃にはかなり汚れてると思うよ、うん、くすんだ色になっちゃってる気がする、うん、これ動画見直してさ、うん、この発売日はこんな綺麗だったってきっと思い出すだろうね。で、これがトリガーみたいなね、うん、これを引くと変身とかするみたいね、うんうん、ここにボタンがあって、これを押すと開くんだ、うん、おお、開いた開いた。で、ここにアイコンを入れるんだね、うん、で、入れて閉めると、うん、はいはいはい、それでこれを引いて、それまたこうやれば変身。あー、今瞬いた、うん、目ちゃんと閉じたよ、うん、今ベルトセットしてみたね、うん、これがベルト止めですね、うん、エイシン君ちょっとつけてみようか。はい、エイシン君セットしてみるとこんな感じです、うん、ちょうどやっぱサイズ的にはぴったりかな、うん、子供サイズだね、やっぱね、うんうん、あ、そんな感じ、そんな感じ、うん、お、ちょっと気になったのがこのベルトの厚みがすごいあるね、うん、だからちょっと横向いてくれる、ほら出っ張ってる、水分、ほんとだ前のドライバーとちょっと比較してみようか、うん、これが戦国ドライバー、うん、あ、サイズ的には一緒か、うん、でも厚みが全然違うの、ほら、うん、全然違う。ゴーストの方が超でっかい。ね、熱いよね、うん。一方これドライブドライバーね。うん、大きさ的にはやっぱドライブドライバーの方がちっちゃいかな。うん、でも厚みは？あ、厚みそれでもゴーストで。ゴースト熱っ。はい、そしてこちらが付属していた俺ゴーストアイコンだね。うん、ちょっとエイジン君ボタン押してもらえます？はい。あ、こっちだ、こっちだ。そうだね。ああ。これ必殺だ。ああ。目玉。目玉見えないね、ちょっとね。うん、はい、これで戻れた、うん、そしてもう一つついてたのがエジソンゴーストアイコンだね、うん、これもボタン押してもらえます？はい、あ、はい、なるほど、これをこちらに入れてみるわけだ、うん、やっぱこれ怖い。電源オンしてください。はい、スイッチオン。おお、ゴーストドライバー、すげー、結構不気味に光ったよ、うん、早速変身遊びをしてみましょうか、はい、でここ入れるんだ。はい、刺します。はい、刺した。で戻して、はい、ここ開ける、うん、で閉じた、はい、で押すんじゃない。はい、おお、いいね、いいじゃんいいね、うん、次必殺技遊びだね。これ一回トリガーを引く、はい、あ、これが耐久音だね、うん、でもう一回押す、押し込む、すげえ、結構光るんだね、うん、そして不気味、うん、不気味。はい、じゃあ次はゴーストチェンジしてみましょうか、はい、まずここのボタンを押して開ける蓋を、はい、はい、で
アイコン取り出してくれる？はい、取った。エジソンゴーストアイコンを入れてみてください。はい。来た。で？おお。あ、いいじゃん。うん、すごい。なんか今回はさ、結構テクノだね。うん。音楽が。うん。いいね、面白いね。うん。必殺技やってみてください。はい。大海岸エジソンオメガトライブ。これ一緒か。そうだね、最後のとこが一緒なんだ。そうだね、うん、エジソンっていうだけか、うん、じゃあ次にこの先日紹介したねサプライズフューチャーセットについてたニュートンアイコン、これもセットしてみましょうか。はい、じゃあまず開けちゃうよ。取ってください。アイコン取ります。はい。そしてニュートンをナンバリングして、ナンバリングセット。なんつったよ、リンゴが木からなんとかって聞こえたんだけど、リンゴが木から落ちるかなかもしんない、うん、今ね、レーシンクやってみたけど、このトリガーの木どうでした？重かった？ちょ、パパもやってみていい？はい、必殺技やってないもんね、うん、やっちゃうよ、うん、あ、軽いね、うん、あなるほどね、うん、やっぱ必殺技の音声は一緒だ、うん、変身解除音あるかな。あ、変身解除ね、うん、やってみましょうか。はい、きっとこれ戻したらだよね、うん、やってみて。おやすみ。お、変身解除だこれ、うん、おやすみって言うんだ、うん、お疲れみたいな感じだよね、うん、綺麗ここが、うん、これ暗闇でやるといいかもしれない、うん、やってみちゃう。はい、いくよ、うん、お、すごい。おー、すごい。暗闇でやるとすごい怖い、うん、はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストのデラックスゴーストドライバーを紹介しましたね、うん、またね、これからこのアイコンが多分たくさん出てくると思うから、うん、大変だろうな、うん、あとね、すごいね、組み立てて気になったことがあって、うん、こう、全面が取れるんだよね、これ、うん、取れるんだよね、うん、こうやって組み立てるんだけど、うん、これ怪しいと思わない、うん、こっちが出んじゃない、なんか、うん、そんな気がしてなりません、パパ、うん、はい、まあでも楽しんでやっていきましょう、はい、ガンガンセーバーもね、このベルトと連動するみたいだから、うん、そっちも楽しみだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。